フライハイサッカースクールコーチ新井です。フライハイサッカースクールコーチの山崎直人です。日々サッカーを楽しみながら活動しています。フライハイチャンネルスタート。後ろからいろんなパスして、いろんなパス横からで、コーチが上鳴らすからピーってなったら1対1スタート。これ落とした勝ち、ボール落とした勝ち。はい、投げて。ボール落とさないでしょ。落とさないで投げ合い。いいね、投げた投げた投げた。おー、いいね、たくみ。いろんな投げ方していいよ。アイディア、アイディア。わー、のぜ、いいぞ。はい、スタート。はい、体を抑えるのも大事だけど、やっぱりさ、手、この手が大事、手、ほら、もっと遠ざける。どう？行く、来て。手の力もほら、必要。抑えちゃう、こうで。そしたら取られないでしょ。くるくる回って。どうする、こういう時。あ、そん時さ、やっぱ、ルイもさ、ボールを置きっぱなしじゃダメじゃない？これ、ね、ある程度、ボールもほら、一緒に動かしてあげないと。わかる？っていうことをやってください。じゃあ、行くよ。ラストで。次、最後は、じゃあ足乗っけよ。OK、踏み上がったらスタートね。よーい、スタート。もう踏み上がってないんですよ。上だよ、上だよ、上だよ。あれ、ちょっと上の声も上がらないと。よーい、スタート。あれ、だから上ですけど。キープしよう、1個。じゃあ今日テーマ作ろう、テーマ。何のテーマがいい？じゃあボール持ったらどうしよう、テーマ持ってる人。味方にパス。ああ、味方に確実にパスしよう、今日は。じゃあディフェンスのテーマどうする、今日。こういう、この場合のテーマ。後ろも守んなきゃいけない。パスコース決めよう。ああ、パスコース決めよう、完全に。じゃあパスコースどうやって切るの？体できる、その通り。ってことは、後ろの選手どうやって考える？出されたくない、後ろの選手。この人に対して
どう考える、どうやって切る、ボール持ってるよねこの人が。ヨータはどうやって後ろの人に出させないようにする。パスコース切るためには見なきゃいけないのよ、どこに敵がいるか。オフェンスどうする。はい、安全に振る、後ろもあるからね、無理やったら行くことない。じゃあやってみよう。はい、スタート。さあ後ろ準備も後ろも、はい、テーマもしっかり、ほら後ろ見て応援してるか。めちゃくちゃいいチームでしょ。後ろもあるぞ、呼んでね。おお、進もうぜ進もうぜ。今日どうした、ナイスタッチ。おー、ハースタッチどうだ、ハースタッチ切り替え、ハルト切り替え、はい、後ろもあるぞ。いい声、いい声、意外と後ろの状況だぞ。コーナーやばった、コーナーやばってるよ。はい、えー、ヨータ、はい、ストップ、オッケー。今さ、ヨータストップって、みんなの悪いところが1個出た。急にボールが来ると、いつもどうしてる、みんな目の前に止まったら何が起こるんだよ。これトラップミス、トラップミスしたり、目の前に敵がいるわけでしょ。どうしたらいいヨータ、どうしたらいい、どういうことが考えられるって気になったら、うん、スペースにトラップしようよ。そのための練習である意味、今日これ。わかる、だから考えてないやつバレちゃう。それいくよ、うん、オーケー、ナイスプレー。あー、ハルトいいよ、大げさでもいい。はい、切り替えよ、切り替え、余っちゃうぞ。ショッキー、ショッキー、こういく、ナイス、ヤシマス、取った、体体当てろ。あー、素晴らしい、ナイスプレー。後ろの、うまい、うまい、ナイス、また抜き。はい、10秒前、ちょっと準備してけ。9、1人1個。